花尾弥郎の音楽魂。ああ。こうやってやんなきゃいけないかな。そうそうそう。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎の音楽魂、今日も元気よくやってまいりましょうって言いたいところですよね。皆さん のご存知の通り、金尾さんはちょっと今、病気療養中っていうことで、今日はね、私が一人でやんなきゃいけなくなりましてですね、今日は強力な助っ人をお呼びいたしております。紹介します。菊田俊介さんです。どうもこんにちは。ありがとうございます。協力かどうか分かりませんがとりあえずなんとか ね、加納さん不在の時にです ですね、ちょっと頑張ってね、盛り上げて、ね、加納さんが元気になるのを待って、そうです ね、で加納さんのね状況ね、うん、ちょっと簡単に言うと、まあ、今まで検査をいろいろやってまして、今日もうまさにね、私が出かけるちょっと前にメールが来まして、これから30分後に手術ということなんで、うん、今は、手術台の上に、うん、もうまな板の上の恋ですよね状態ですね。本当はねラジオで電話で出演するしようかなって言ってたんですよ、しゅんちゃん来るんでね。そしたらそんなわけにはいかなくて、まあでも手術ができるということはね良好だと思うのでね、頑張っていただきたいと思います。皆さんもぜひ応援をしてあげていただきたいと。本当ですね、はい、無事終わるように祈ってください、ね、うん、頑張ってね、はい、頑張ってね、はい、さんね、頑張れっていう感じですよね。はい、ね、そんなことでね、なんかね、うん、おとなしいよね、いないと賑やかだからいつも、まあ、でも私見さんがさね、うん、ガーっていいじゃないですか、ガーってね、今日はだってしゅんちゃんに言ってもらおうかなと思ったら、うん、やっぱとしみさんいいでしょっていうから、そう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 、その時の場合にね、うん、備えて、うん、ちゃんと、ね、サングラスも用意してきましたけど、やる気満々じゃないかというね、ね、じゃあね、今日はね、まあ、いつものように、はい、ゲストのね、感じで、うん、しゅんちゃんの最近ね、はい、この前、うん、私も行く予定だったんだけど、うん、栃木で素晴らしいイベントがあって、はい、鹿沼でね、鹿沼で木工団地の皆さんね、うん、お世話になりましたけれども、そこら辺のご報告もぜひ、ね、気合いライブ、ね、気合いライブね、木のテーマで、そう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 、木のテーマでね、うん、木工団地っていうのがね鹿沼にあって、うん、俺子供の頃になんか遠足で行ったことがねあったんだよね。まあでも全然覚えてないですけどね、名前だけなんかそういう木工団地あったよね。木工団地って、うん、でもおもちゃとかを作ってるでしょ、木で。多分なんかね、うん、おもちゃだったり、あとそういうやっぱ木の製品の作ってるんでしょうね、うん、そうでしょうね、なんかそういう業者とか集まってるエリアなんだと思うんだよね、もともとはね、すごいところですよね、うん、なんか会場もすごい広い、そうそう、それで、うん、その木工団地の一角に、はいはい、野外のステージがあってね、素晴らしいです。で、芝生のエリアがあって、うん、結構ステージもねちゃんとした結構立派な野外の施設だったんですけど、もう思いっきり雨が降ってもうね、菊田俊介野外はどうなんでしょうってね、でもしゅんちゃんの力発揮して雨が降りましたね。すいませんって感じでね、もう見事に雨で嵐を呼ぶ音が嵐を呼んでしまいましたみたいな、ね、呼んでしまいましたけど、でもまあ隣接しているところに行動みたいなのがあったわけでしょ。そうそうそう、よかったですね、会場はそういうのがね、そうそう、中でねちょっとこう大きめな、うん、まあ会議室っていうかね、うん、なんかそういった場所があって、で、はいはい、そこにこうステージ組んでね、うん、やって、なんで雨なんでねお客さん来てくれなかったと思ったけど、うん、もう本当にたくさん来てくれて、うんうん、写真見ました。そうやってなんかその様子がほら新聞にもね、そう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 取り上げていただいて、うん、ちょうど昨日ね、うん、新聞にレビューがね掲載されたみたいで、ね、うん、まあ、今回ほら1回目だから、うん、これがちょっといい感じで続くといいですよね、うん、その地元が活性するというか、それよりも地元のバンドミュージシャンが、素晴らしいミュージシャンがたくさんいるわけでしょ、うん、そうそうそう、栃木はね、栃木ってすごいよね、結構充実してますからね、うんうん、すごいなと思って、ね、うん、そうそう、ジャンルも結構偏らずにね、結構いろんなジャンルのね、うん、いいミュージシャンがいるんですよ、はいはい、ね、うんうんうん、栃木といえばやっぱり一番ほら、うん、大御所は渡辺さんね、ま、それ私行ったんですよ先週、うんうん、ライブね、あ、そうだ、90歳、ね、すごいですよね、素晴らしいパワー、本当だね、一回ももう座ったりとかないんでしょ、普通に2時間素晴らしいです、ね、オーケストラと一緒に、そうなんだ、すごいねと思って、もう
素晴らしいと思ってね、感動して。本当ですね、うん、みんなもうへこたれてる場合じゃない。90歳であんだけ老けて、でまたいい音してね、優しくて、やっぱりね、わすごいなと思います。感動しました。本当ですね、佐田さん、同郷の宇都宮なんですけど、シカゴでね一回お会いしたことがあって。あ、向こうで、本当そうなんですよ。私ぜひねコラボしてほしいなと思う、ね、いつかね、そんな機会があったらね、本当ね、最高ですけどね、してほしい、ぜひぜひね。そう、じゃあね、なんかこう硬いですけどね、はい、慣れてないのでどうしましょうかね。歌ってもらう、それとも早速いっちゃいますか。もう早いかな、ちょっと早いか。そしたら、まあ、とりあえずね、あ、ついでに今日なんですけど、あ、そこそこスケジュール ね、せっかくなんで、ライブのちょっとね、はいはい、お知らせなんかさせてもらおうかな。これそうですね、どうぞどうぞ。ラムチェンって言って、ラムチェン、彼若いんだけどね、香港から、おお、香港の人、ブルース のミュージシャンがね、今日来て東京中野のブライトブラウンでライブをやるので、まあ自分は本当数曲だけちょっと、はいはい、飛び入りして一緒にやるぐらいなんですけど、まあラムをちょっとね、東京でフューチャーしてみたいな感じで、はい、あ、いいね。そう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 、結構いますね。そう、最近結構ね、アジアがね、なかなか暑いんですよ。暑いですよね。この間ね、先月タイから、タイから来てね、チャイとナースとね、チャイブルースとナース、久しぶりにインターナショナルブルースサミットやりましたけど、ね、いや盛り上がったね。そうそうそう、素晴らしいね、シンガーもギタリストも、ね、私ね、あの時そいろいろ、ほら、しゅんちゃんはしゅんちゃんって呼びますね、すいませんけれども、ファンの皆さん、アジアをほらいろいろ回ってるでしょ、はい、それでいろんな性格の人がやっぱいるわけじゃないですか、ね、この前ちらっとね、リハを見てたら、チャイブルースさんは割とこだわりがすごくあったじゃない、同じ曲をここを何回も何回もやって、それがね、しゅんちゃん気が長いなと思って、もういいんじゃないのって思うぐらい同じとこ何回もやってて、わあ、こんなのでずっとやってんの大変だなと思って感心した。そうだよね、でもね、ステージに上がるとね、忘れちゃって、全くアレンジが違くなったりするんだよね。こだわりはすごいけど、始まっちゃったらどうなのって感じ。そうそうそう、しかもリハでやった曲やらないっていうそれあるよね、全然 ねあるからね、だからまあ夏のそう多分本人はそれでこう気持ちをこう多分落ち着けてんだろうね、きっとね、あえてやることによってさ、こうなんかエンジンをかけてる、かけてるね、そういう人いるからね、やっぱね、中にはね、そうなんだ、でも、いや、しゅんちゃん気長だな、やっぱすごいなと思ってね、いえいえいえ、感心して見てましたいろんなね、いろんな人がいるんだで、言葉もいろんな言葉だしで、皆さんほら英語は喋るけど、やっぱちょっと癖があるでしょ、アジア系の人のね、発音とかっていうのはね、聞き取りにくい場合もあるだろうし、 それを集めて束ねてると思うとやっぱすごいなと思って、お疲れ様です。いえいえいえ、ね、本当ね、個性的な、個性的ですよね、でも音を出すとね、もうみんなサクッとこう、そこがやっぱね、ハマるのでね、やっぱすごい本当気持ちいいね、それはね、それは羨ましいと思った、見ててね、やっぱり音楽っていうのはいいねと思って。そうですね、特にやっぱね、ブルースはね、なんかこうすごくそういう音でコミュニケーション取れるっていう意味でね、まあ参加型というかね、みんなが一緒にできるっていうのはね、そうですね、そうね、じゃあさ、そろそろしゅんちゃんの歌をちょっと聞きたいんじゃない、一発。そうですか、え、早いなんか用意してもらって、なんかやりますか、じゃあなんかやりながら、ね、ね、早速ね、今日エレキを持ってきてくれたのでね、やってもらいます。で結構もう音楽魂もね、たくさん出させていただいて、いろんな曲も やってきたんですけど、はい、なんかまだやってないやつあったかなと思ってね、考えたんだけど、ちょうどこの間ココテーラのことをね、ちょっとなんか考えててっていうか、ココがすごく好きだった曲があるんですよ、で、ココのライブの時にね、前振りでメンバーが2曲やるんだけど、あ、そうなんだ、で1曲俺が歌って、でもう1曲ビノが歌ってみたいな、で2曲やるんですけど、その時にね、ココがね、いつもね、シューン、この歌歌ってっつって俺に、言ってたね、曲があってね、それをちょっとじゃあ、やりたいと思います。はい、ラブサンバリーとかね、たまにブルースカンパニーなんかでやるんですけど、はい、ね、ちょっとファンキーな曲でね、はいはい、
won't you please a little bit me? If we're gonna love somebody, baby, won't you please a little bit me? My soul is kinda blues. Without your love, I just can't see. I brought away with my shoes in my hand, yeah. Down Broadway with my shoes in my doggone hand, yeah. Without your love, I just can't see. ファンキーな、ね、曲ですけどね、うんうん、あ、これ好きだったんですか、ココさん。そう、ココ大好きで、じゃあ毎回そうやって歌ってたの。そうそうそう、ココが登場する前にね、うんうん、バンドでこれやってで、ちょっとこうウォームアップしてね、お客さん盛り上げてね、それいやいや、ココテヤラの登場ですみたいな感じで。あ、そうなんだ、それ初めて聞いたね、うん、そうやってみんな歌ってそれで迎えるんだ。そうそうそう、それで、ちょっと2曲でね、お客さんがかなりこう温まってくるからね、うん、Welcome to the stageクイーンオブザブルースココテイラー、それでドンって言っちゃう、かっこいいよね、やっぱりあれね、貫禄がすごいよね。そうだね、本当 ね、 特に最後の方なんかはやっぱりもうなんかステージに上がってくれるだけでありがとうみたいな感じ、もうお客さんが、そうですよね、うん、存在感がもうね、ここに来てくれてありがとうみたいな、本物が見えたっていうね。そうですね、だから結構ね、その日によってちょっと声の調子あまり良くなかったりとかね、うん、結構あったけれども、もう大体最後の曲終わってステージも変える上がなんていうの、引き上げる時はもう大体スタンディングオベーションでね。そうでしょうね、そうだったね、盛り上がりね、うんうん、すごいだって人でしょ、お客さんだって、ね、スケールが違うから。そう ね、 ね、素晴らしいよ ね、 ね、鳥肌もんですよ ね、 ね、今でもね、こうやってると、やっぱりココのね、声がね、なんかこう聞こえてくるような感じの時ある。ああ、わ、うん、かるわかる、それ。なんかもうしっかりしなさいみたいな感じでさ。わ、うん、かるっていうのは、私はほら、ひばりさんのツアーでずっと回ってて、うん、やっぱ歌声がやっぱ残って、歌ってるとなんか声が聞こえるっていうのありますよね。やっぱね、なんて言うんだろう、この芸歴、歴史のある人っていうのは、すごい深みがあるから、うん、一言だけでもね、すごい残るよね。ですね、うん、ね、うん、私が一番羨ましいのはやっぱり BB だよね。 BB キングが、 BB キングなんて、私ラジオ の昔エアチェックが流行ってて、ラジオから誰だっけな、ゲストの紹介で、うん、いや BB キングって言っただけでなんかもう鳥肌バーってて、この人本当にいるのかなっていうぐらいの感覚だったのが、実際にさ、一緒にやったわけでしょ。そうですね、やっぱいたんだねって思って、すごいなと思うの、ね、それはやっぱ選ばれしい人なんだよ、菊田俊介さんは、ね、どうなんですかね、あれですけど、本当でもラッキーだったよね、そういう意味ではね。やっぱり力がないとそこまでいけないから、まあもちろん運はあるけど、でも運ってやっぱ力のない人には、それ相当の
ものは来ないからと思いますよ、うん、やっぱりそこはすごい、シカゴにいたっていうのも ね、うん、ね、そこ行ったのがすごいね、やっぱり導かれたんだよ ね、そこからね、やっぱりね、ドアが開いてってね、いろんな出会いがあってっていうね、うん、そういうことですよね。そうそう、昔のことを考えると、うん、よくもそういうなんかこう無謀だと思われるけれども、うん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 、あるよね、自分の行動を考えた時に。そうね、うん、帰り見ないから、うん、若い時って、ね、前しか見ないから、本当にもう怖いもの知らずだよね、もうね。そうそうそう、全然ね、うん、今考えてみればね、英語も全然分かんなかったからね今考えるとでしょ、だからその時は怖いもの知らずというか、もうあれだもんね、What's your name? って聞かれてさYes とか出てたんですよそれはないけどさそれはないでしょ、本当そのぐらいだよ本当お前、まあ、お前イエスキリストかみたいなさそういうそういうもうね、本当あのぐらいの感じですよ、うん、全然分かんなかった。でもまあ1年ぐらいしたらね、なんとなく、ああこんなこと言ってんだろうなみたいな、うん、だいぶ慣れてきましたけどね、本当本当。いや羨ましいなと思って、私海外生活って憧れてたんだけど、うん、まあ自分でまあやっぱり勇気がいるじゃない、例えばアメリカはもう銃社会だから、うんうんうん、もう行ったらもういきなりなんか突きつけられそうで怖いよっていうイメージがステレオタイプのイメージがすごくね、すごくある、あるけどね、うん、イギリスとかは、うん、まあそんな感じないけど、アメリカってなんかもう、うん、とんでもない、なんかそういう報道されるからね、でもね俺25年アメリカにいて、うん、1回もそういう危険な目に遭ったことないしね、ピストル見たことないもん俺、あ本物、手に取ったこともないし、ただ向こうはお店で拳銃とか売ってるから、うん、それがね、スーパーで売ってたりするからね、そうそう、それでガラス越しに、うん、こんなライフルなんか売ってんだみたいな、そういうの見たことあるけど、うん、実際なんか手にしたりとかそういうことないですよ全然。そうですよ ね、そりゃそうよね、そういうのと一緒だって怖いもんだって。そうそう、だからそこに住んでれば、うん、そんなにね、まあ、もちろんそういうスラムみたいな良くないところもあるけど、ね、あるけどね、そういうところにさえ行かなければね、うんうん、そうよね、ニュースで伝わってくることっていうのは大変な悲惨なことしか知らないからね、私たちはね、そこだけがこう抽出されてね、やっぱ報道されるからどうしてもそういうイメージになっちゃうけど、そうですね、うんうん、いやじゃあ行けばよかったなーなんて、ね、今からじゃ遅いけどもね、うんとね、じゃあちょっとねメールがね、はい、しゅんちゃん珍しい人から来てるんです、はい、ラジオネーム箱型楽器の使い手、箱型楽器っていうのはあれでしょう何でしょうか、あなるほどね、箱型のね、箱型の楽器でしょ、ですね、栃木にお住まいの方ですよ、としみさんこんにちは、以前箱型楽器でスタジオにお邪魔したものです。僕はかなおさんの勇気と優しさにあふれる歌と姿が大好きで、いつも励まされています。僕だけでなく兄や友人もです。そのことを知らせたくてメールしました、リクエストは山下達郎の希望という名の光です。番組に合わなかったらすいません、番組に合わなかったら、あ、そかそか、でもかなおさんに届くといいなと思って、ね、メールをしました、よろしくお願いします、うん、これはコウキ君でしょうね、あそうですかブラザー、ね、ブラザーありがとうね、ありがとうございます。そう一緒にね、そうそうそう、一緒に来てもらったことがあったのね、そうですよね、本当ね、うんうんうん、そうそう、ちょうどこの間カルマでもね、うんうん、一緒にやったし、また今明日も、明日やるのね、あ、じゃあ明日明後日とね一緒なんですよ、うんうん、週末最近栃木多いよね、うん、そうそう、ちょうどこの2週間ね、うんうん、続けてね、やって、先週はその気合いライブだったんですけど、ね、今週はこのなんだ、春祭りって、ね、花祭りっていうね、明日なんですけど土曜日、ね、土曜日、これはやっぱカルマなんですけどね、カルマでね、うん、これに出てね、あとで日曜日が、うん、はい、栃木県に三部って町があって、はいはい、ここのお店で今度は菊田ブラザーズで2人でやる、うん、これ5月14日、うん、カフェですね、245っていう、245ですね、はい、三部町ってね、うん、京都にも三部ってありますよね、三部はねちょうど宇都宮の菅の南の町で、うん、あ、そうなんですね、うんうん、はい、じゃあ皆さん楽しみにして、ぜひ、ね、足を運んでください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。私も行く予定だったんですよ、2週鹿沼っていうか栃木が近いもんね、そうね、ね、すぐだからね、すぐですからね、うん、行きたいと思っていましたが、そのうち行きます。皆さんよろしくお願いします、はい、もう一通、米子のともちゃん、ともちゃん、よもちゃん、じゃあともちゃんは、ね、あのともちゃんかな、ね、ね、松下さん、はい、お疲れ様です、米子のともちゃんです。かなおさん欠席で寂しいですね、今日のゲストは菊田俊介さん、楽しいトークと素敵な生放送が、楽しみです、生演奏ですね、またぜひこちらへも来てくださいね、癒しの水と
ドレッシングを用意してお待ちしています。嬉しい、ありがとうございます。あのドレッシングはトモちゃんまたね行くから ね待っててくださいね。ごまドレッシングねいただいたの美味しかったですよね。そうなんですよ本当ね、うん、ありがとうございま す。夜長もねまたそうですね、うん、ね秋口に行ければ ねいいと思いますけれどもね、また待っててください。はい、はい、ではねもう一つ行きますね。続けていいですか。はい、はい、これは清水さんからねいただきました。こんにちは清水です。本日は金尾さん初欠席、悔し涙流していそうですが、今まで突っ走ってきた分ゆっくり回復に向かい治療してください。としみさん、菊田さん、鈴木さん頑張ってください。応援しています。そして金尾さん再会楽しみにしてますよ。ファイト。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、スタジオにもね来ていただきました、うん、ありがとうございました。じゃあまたしゅんちゃんのお話を伺いたいんですけど、うん、はい、今後の展望を、うん、今後の展望ですかあのライムのほら今月は、うんうん、やっと海外行けるんでしょ。そうそう香港に ねそうなんですよ。もうやっとでした、ね、月末にあの5日間ですけどね、うんうん、5日間、うん、あ本当に、うん、香港とマカオとか、うん、マカオね行く予定だったんだけど、うん、マカオの店がちょっと今どうなってるかまだあのはっきりしないんだけど。そっかそっか、うんうん、コロナでやめちゃったお店とかもあるのかな。ね今ね今もなんか、うん、あのブッキングしてくれててみたいな感じでね、はいはい、うん、多分もうぼちぼち決まると思うんですけど、はい、とりあえずねあのワンチっていう店があってね、ワンチ、うんうん、あのすごくいい店なんですけど、そことあとチェズトレントっていう店があってね、そこで、はい、まあ、やる予定にはなってるんですよ。はいはい、うんうん、5日間行って4日間、うんうん、あのライブやるみたいな感じになってて。あ、そうなんですね、うんうんうん、5月何日から行くんですか。25日木曜日から行って、はい、で29日まで、はい、うん、あのいて30日帰ってくる予定でですよね、うんうん、いいな香港は大好きで行きたいな、うん、ね、いいとこだよね。いいとこ、美味しいもいっぱいあるし ね、もう本当なんかねなんだろうねちょっとあの活気があるじゃないですか、うんうん、そうだね、ね、やっぱりすごいなと思って、うん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 、いろんなほらあの、そうそうそう、世界中から、ね、世界中から来てるし、だから自分もあのコロナになってからねまだ行ってないから、うん、そうだよね、うんうん、行けないもん、3年半ぶりぐらいなのでね。そうですね、だからまあどんな雰囲気になってるのかねちょっとね、うんうん、分かんないけど、ちょっと前回行った時に、はい、あのデモががっつりと盛り上がってる頃でさ、 あの傘の、うん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 、だよね、そう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 、デモがすごかった時で、うん、大丈夫なのかなと思って、もう結構普通に入れて、はいはい、うん、でライブもやったんですけどね、うんうん、やっぱりさ中国にね返還されてからは行ってないから、うん、また少し変わったのかな、うん、雰囲気もね。最初行った頃なんかすごいねやっぱりこうなんか西洋な雰囲気だったもんね、うん、そうそうそう、とてもね、やっぱりイギリスに留学する人とかも多かっただろうし、そのあのライビアルワンチっていう店も、うん、あのアメリカ人のジョンがオーナーで、なので結構ねやっぱりあの外人さんがたくさん見に来るような感じ、うん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 、そこでライビアってと本当なんかアメリカでやってた時のような感じ、そうでしょうね、うん、劇的にね、うん、わいいな、うん、あの鈴木さんのお友達で香港のカメラマン、香港のっていうか、うんうんうん、香港がものすごく詳しくて、はい、その香港の旅の雑誌とかを写真撮ってる永田さんって女性、うんうんうん、この前もブルーモードに ね来ていただいて ね彼女とね一回一緒に行きたいなって、詳しいからそうだ、ね、いろんなとこ多分そういう人がいるとね、でそのしゅんちゃんがやるお店のオーナーと、うん、お知り合いみたいで、ね、永田さんもよく知ってるみたい で、うんうん、で今度一緒に行って一緒にライブ見えたらいいねっていう話をしてたんです。いいですね、だからツアーしたいねっていう話で、そしたらカメラマンでね、ぜひぜひ、ね、それも目標の一つ で、 そうです、ね、もうこれから思ったことはやっぱ行動っていうか実行に移さないといかない ね、うんうん、ね、そうしましょう。いらっしゃいませ、座っていいですよ、どうぞはいはい、宣伝マン、広告マン、広報が、あ、どうぞ。今日はですね、はい、はいはい、今日はですね、さっきね気合いのね、うん、あの主催者のね方がちょっとね応援に来てもらってます。ご挨拶しますか。いいえ大丈夫、どうぞどうぞどうぞ、マイクありますんでね、4番で、はい、どうぞ自己紹介してください。はい、どうぞ。ゆうこさんと言いますけれどもね、気合いの、はい、マスク取って、ね、ゆっくりはい、みなみな様、はい、雨なんか雨雲まで聞きに来たんです。さすが菊田俊介だと思いました。そうでしょう、はい、やっぱり雨じゃないかって言ってたでしょね、本当としみさんのおっしゃる通りでパワーが違う、すいませんね、最近ね結構ね晴れの日が多かったんだけど、それ言ってたのに、ここ一番になるという感じが、でもおかげさまで、はい、
姉、ね、菊田俊介さんの働きと、はい、その周りの仲間たちとね、雨雲とともに楽しむことができました、はい、ありがとうございました。本当行けなくてね、手伝えなくてすいませんでした。とんでもないです。楽しみにしてたの。私もずっと遠隔でエールを送ってくださってたから、うん、もう本当に励みになりました。いやもう本当にね、新聞でもね、あのもう一人強力な町田先輩がいますので ね、 ね、もうお力添えいただいて ね、 ね、新聞の方にも載って、そう、これからも差し入れとかもいただいちゃってね、ありがとうございます。でしゅんちゃんは出ずっぱりだったんでしょ結局。そう、結局そう、私休ませてくださいねって言ってたんだけど、散々叱られてたそうだね、ブラザーズとやってね、うん、小川くんとやって、はい、でアーデント飛び入りして、で最後トリオやって、ね、じゃあずっとじゃないすごいです。結構ねやっぱり6時間ぐらいになったやん、うん、でだからなんかこうなんだろう、スイッチをオンにしたりオフにしたりオンにしたりオフにしたりみたいな感じ、うんうんうん、結構あの感じが普段にはない、ね、ないよね。大体もうオンにして終わったらもう終わりだからみたいな感じだけどね、なかなか大変、そのオフオンの、うん、あの感じがね、なかなか大変だったかもしれないですね、うん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。でもね、すごい本当いっぱい来てきてもらってね、そうそう、皆さんに盛り上げてもらったからね、いい企画だと思いました。すごくいいライブになったよね、うん、なので来年がもっと、うんね、来年もね、栃木にお住まいの大御所もう一人いますので、ギタリストが、うん、ぜひ紹介させてくださいあ、そうですね、いらっしゃいますよ、はいはい、いい人が気合で、はい、Facebook のページ作ってるんですが、はい、お友達になってくださってます。そうですか、はい、じゃあぜひ次回はね、はい、2回3回続くようにね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、じゃあお邪魔いたしました。オーディエンス一人増えましたので、オーディエンス、はい、しゅんちゃんまた歌いますかね、どうでしますか、さん、一緒に歌うじゃん、ね、ね、しゅんちゃんのね、うん、ギターで歌えるから、ね、歌を歌ったらいいよってかなおさんからの ね、 ね、リクエストもありましたんで、みんなね、としみさんの歌をね、なんかね、聞きたいはずだからね。いやいやいや、私がしてて大丈夫かなって思ってね、メールたくさんいただいて、大丈夫じゃないけど頑張りますみたいなね、ちょっとじゃあ歌わせていただけますかね。ね、そうしましょ う、 ましょう、はい、じゃあしゅんちゃんのこの日本語詩が大好きですけど、ライブでね一二度やらせてもらいますけれども、 People Get Ready をお願いします、はい、いいですね、 People Get Ready、列車が来るよ、みんな一緒に乗り込もう、信じるだけで奇跡が響く、何もいらない神様ありがとう、ヨルダンに行こう、いろんな街でみんなを乗せて、信じるだけで扉が開く、たくさん愛した君は救われる、席はない、人を傷つけ一人生き残る、そんな奴らにただ哀れみを、天の国に隠れる場所
しょうはない。天の国に隠れる場所はない。ぐちゃぐちゃになりました、ありがとう、気持ちよかったです、いいです ね、もうこの詩がね大好きでね、私あの本当もうよくぞ書いたなと思って、まあオリジナルがねとってもいい歌詞だからね、それをもう本当に日本語に直したっていうぐらいで、そんなには手加えてないんですけど、でもね短くまとめるのってすっごく難しいよ、日本語でね、だからまあちょっとまあ、いらない部分はないんですけど、日本語でちょっとこれはまんないかなっていうところをねカットして、少しだけ違う言葉入れたりとかは、したけどね、それはちょっと調整したけど、ね、素晴らしい、ゴスペルですよね、この曲ね、ゴスペルね、もう天の国っていうところがすごくやっぱり、天国じゃつまんない、天国じゃないんですよ、天の国って分けたところがやっぱね、かっこいいと思う、ここすごいズバッズガッときて、ああ羨ましい、やられたなみたいなね、そうすごい言葉の力ってねやっぱあるから、日本語歌詞でどんどんブルースとかももしか本当は日本語でちょっとこう、訳せばね、いいなと思うんだけど、私ね考えてみたらブルースはね詳しくはないんだけど、好きだったのは中学生の音楽の先生がなんかちょっと個性的で、田舎の学校なのに黒人霊歌とかを教える先生だったの、でその時初めて黒人霊歌っていうものを聞かされて、で蛍の光とか光とかも歌わないの、もう黒人霊歌もう一つのこととかそういうこと、そういう歌を歌って、でその先生の娘さんがピアノで、でラジオ体操とかもその彼女先輩が作った曲でラジオ体操したり、割とね個性の強い先生だったんですよ、山本先生って言って、で当時じゃすごい珍しいんじゃないですかと思いますよ、そういうね黒人霊歌とかね、そうそう、学校の中学校なのにね、そういうことをなんか自分の思ってることを出して、で音楽部の先生でもあったんだけど、音楽部はなんと弦楽器だけなの、ギター、マンドリン、マンドラ、田舎の学校なのにねっていつも思うんだけど、ウッドベースと、でその弦楽器だけのクラブで私はギターをもう迷わず選んでやったんだけど、そのね黒人霊歌っていう出会いがものすごくやっぱあって、なんとなく自然にそういうものとなんかこうつながったのかなっていう気がすごくする。そうかもしれないね、中学って一番やっぱいろんなものを吸収して刺激受けるでしょ、で将来の道ももしかしたら中学の時に見えてなかったですか、なんかね、そういうのがあるんですよね、なんとなくね、私中学の時に多分歌を歌ってるだろう、漠然とねそういうのがあって、だから今の子供さん、中学生とか高校生本当大事な時期だからね、コロナで大変だったから影響を受けなきゃいいなと思うけど ね、健康的でみんなにもブルースガンガン聞かせないと、ね、聞かせないとダメです本当だからね、子供だからとか関係ないとかじゃなくてね、中に響く人がいるから、そういうことをねちょっとふといつもで考えるんですよ、どっから出会いがあったのかなって思うと、それなんですよ、黒人霊化、そうだよね、いやでもこの間それこそ鹿沼で気合ライブのやった時に入り口のところで、地元 のギターメーカーの人が ギターを展示してね、ですぐにこう試奏させてくれるような感じのところがあってさ、で見せてもらって、でこう弾いててさ、おギターいいっすねなんて言ってるうちに
え、小学生、中学生、中学1年生か、男の子がね、そっとなんか来て、なんかギター弾き始めてね、でそれでなんかじゃあ一緒にやるかみたいな感じになって、でじゃあこのコードでやろうねなんて言ってね、 G と E マイナーとなんだ、 C と D かなんていうかな、そうするともうすぐにサクッと弾き始めて、でそれでちょっとこうセッションみたいな感じになってね、うん、おー結構いけるじゃんって、じゃあここ の押さえたらこういうあのペンタトニック のこのそれ弾けるからこれでちょっとやっていこうなと思ったら、うん、こう最初はあのちょっと音外したりしてたけど、なんとなくねやっぱり耳で感覚的に ねあこっちの方が合うんだなみたいなね、本人がちょっとこう、うん、あの合点がいったみたいで、ちょっといい感じの、ね、セッションにね、そうしたらもうその子は絶対将来ねやってるね、うんうんうん、絶対ね、ほんとね、うん、とってもいい感じ、忘れないものね、うん、そういうことはね、すごいいいことだね、吸収するのやっぱ早いんだな、早いですよね、うんうんうん、あの邪念がないじゃない、もういいと、うん、あのこっちかなっていう選ぶところじゃなくて、いいと思ったらもう突き進むから、うんうん、中学生とかの時代って、ね、怖いものね、ほんとそれこそさっきの話じゃないけど、うん、怖いものなんかないものね、うんうん、あいいです ね、うん、ね、しゅんちゃんでも中学の時は野球やってたんでしょ、野球やってたけど中学校の時はね、あの、うん、俺はあのフォーク少年だったんですよ、あ言ってたね、だからもうねあの頃もうチャゲアス、そうだし松山千春とかね、うん、あとかぐや姫とかさかぐや姫も大好きだった、ああそうだからあの頃俺加納さん知ってたらもう絶対大ファンになってさ、うん、そうだよね、もうそれこそカバーしてたと思うよ、ね、うん、それが意外な、風の流れ立てなんて全然普通に歌ってたと思う、 あ、ね、うん、あそこが不思議なんだよね、フォークソングが好きだった、そうフォークがすごい好きだったですね、うん、あの頃、うん、特にあの人気あったからね、あのフォークの ね、 そうですよね、うん、ミュージシャンたちがすごくね、うん、長渕剛さんとかも ね、 そうですよね、結構、うん、だからそういうつながりができたかもしれないね今ね、うんうんうん、こうしてそうね、うんうん、でやっぱ中学の時に乗ってすごい未来のつながり、弾き語りね、あの頃はこうしててね、うん、こうなんかスリーフィンガーとか覚えて、ね、うん、いやいや楽しいよね、そう昔のこと思うとねすごい元気が出るよね、なんか若かった頃って元気が出るよね、うんうんうん、じゃあさ私歌ったからじゃあしゅんちゃん歌う、そうですかね、その流れでいくとフォークソングはでもさ、あのとしみさんさ、うん、あれはあのかなさんの曲は、あえかなおさんの曲、ね、いや、ね、私ばっか歌うとさみんな飽きちゃうからさ、しゅんちゃんなんかやってほしいな、いいですよ、いいですよ、ね、2人でやることなかなかないからさ、ないよ ね、 ね、あのとしみさんのバックで俺伴奏だからさいやいやいや、とんでもない、ギャラ払わなきゃいけなくなっちゃいますよ、いい ねこんな機会もないしね、あのやりま、ちょっとねかなさんの曲やりましょうよ、無謀かもしれないけど みんな聞きたいと思う、うん、エールをね、うんうん、じゃあシューズでかなさんの曲を、ね、うんね、としみさんが歌うっていうのがいいじゃん、そう、うん、じゃあお言葉に甘えますか、ねね、じゃあ一曲ね、そうしよう、そうしよう、頑張れかなおさん、ね、じゃあダイナマイトいきますか、これは渋いね、いきますか、いやいきます、酒と博打と女の街、ここは福富リバーサイド、行き場所のない男の住みか、浮いた話は数あるけど夢を見ましょうリバーサイド、ひとよ限りの切ない恋に、疲れた体を心を癒すウォーターホール、ダイナマイト伸び干せばいつでも心はパラダイス、ダウンタウンあたりのネオンが揺れる、
この世の闇行ってみようかリバーサイド街角に立つ女の涙夢と希望はまだあるけどしぼみかけてる心に花を咲かそう怪しい宴疲れた体と心を癒す心はパラダイスダウンタウンあたりのネオンが揺れる、ダイナマイト飲み干せばいつでも心はパラダイスダウンタウンあたりのネオンが揺れる。お粗末でした。ありがとうございましたしんちゃん。いや恥ずかしいね。いやでもさとしみさんじゃないですか、いつもそのコーラスを歌ってるだろうけどさ、うんうん、リードを歌うことって全然ないじゃないですか。ないないない。ね、だからね。本当して初めてだったし。初めて。本当。ですよね。まずこんな歌はこんな歌って男歌っていうかね、こんなタイプは歌わないかな。だよね。初めてかもしれない。すごいね。そういう意味じゃあのかなさんのさもう大ファンの皆さんも、すいません、としみさんがこの曲をリードを歌ってるよね。ごめんなさいね、ちょっとあの調子狂ったかもしれないけどね。いやいやいや、めっちゃ貴重な貴重な貴重な、ね、でも一人でずっとコード弾いてからちょっとこうプレッシャーかかったよね。そうでしょ、やりづらい。あ次俺ここ俺ソロあソロ行くかみたいなさね。えちょっとやっぱあのここでねダミ声がわーっていつも聞こえてきてるからなんかシーンとしてるのがちょっとね慣れないですよね。いるとさちょっとうるさいなって思うんだけど声がでもねちょっとまあ静かすぎてやっぱ、ね、癒しですね。やっぱね、カナさんのねそうですね、カナさんすいません、ダイナモートあの歌わせていただきました。ありがとうございましたね。じゃあちょっとあのメールをね簡単にですねもう一度いいですかね。もう一方ソソさん、カナオさん聞いてますか。治療に専念してきちんと治してくださいませ。カナオさんの気遣いは最高です。カナオさんの歌も最高です。頑張れ、ということです。ありがとうございます。あとは笑顔さんですね。としみさん、しゅんさん、鈴木さん、カナオさん、多分病院で聞いてらっしゃると思いますのでこんにちは。こんにちは。しゅんさん、今日はカナオさんのピンチヒッターですね、というよりも、もうゲストでございます。まさかあーで始まったんでしょうか。それはないですよね。にぎやかな楽しい音楽魂になりそうですね、ってことです。はい、笑顔さんいつもありがとうございます。うん、ありがとうございます、ね、ご紹介します。あとはですねもう一方、あこれで笑顔さんね写真もねいろいろ送っていただいて、ちょっとプリントアウトができなかったんですけど、綺麗な飛行機雲かな、空のあの写真をいただきました。いつもねご丁寧にねありがとうございます。ちょっと今日は慣れなくてねちょっと簡単にしか紹介できませんでしたけれども、次回はもうちょっとゆっくり、あのできるかもしれません。次回はねゲストがいらっしゃるんでね大丈夫だと思います。あの賑やかなゲストがいらっしゃいますから2人。そうなんですね、うん、でしゅんちゃんはもう歌わないんですか今日は。ねえ、歌ってくださいよ。1曲しか歌ってないしね、どうですか笑ってますけどね、どうですかね。どうですか、歌ってほしいですよね。もう一曲言いますか。じゃあね、今日ライブだし、ライブというか今日はねコラボやってください、ぜひね。そうね、何やりますかね。あ、そしたらじゃああれやろうかな、はい、ちょっと鮎川さんに一曲ね。あ、はいはい、ね、あの加納
野さんもそうですけど、鮎川誠さんにもとても私生前お世話になりまして。そうですね、うん、特にね自分が96年に、はい、パークタワーブルースフェスティバルっていう、当時もう今ないんですけど、はいはい、あった結構ね大きなフェスティバルに出演した時に鮎、うん、川さんがゲストで参加してくれて、うん、でその時にね歌っていただいたね、はいはい、曲をじゃあちょっと次は、ね、はい、お届けしたいと思いますよ。結構ねステージに上がってきて鮎川さん紹介してね、鮎、はい、川誠って、ね、ステージに上がってきてでわーっとお客さん盛り上がってね、まあブルースの好きな人多いんだけどさ、鮎川さんがさ最初に言ったのがロッケンローそこがブレないかっこいいよね、逆にブレない感じがすごい、ね、面白いね。でもね歌ってくれたのがねもう本当ブルースの名曲中の名曲の、ブルースウィザーフィーリングっていうね、はい、リトルウォーターの曲なんですけど、はいはい、ちょっとそれ鮎川さん思い出しっすね、はい、じゃあやりたいと思います。What a lonesome feeling when you're all by yourself. The one that you're loving had gone away with someone else.はい、あ、これを歌ってくれたんです。そうなんですよね。あの人かっこいいよね、うん、めっちゃかっこいい、ね、なんかやっぱ立ち姿もこう決まってるしね。そうですね、あとね、うんうん、いやもう私はあの新幹線の乗り場で、うん、家族かな、まだ子供がちっちゃい頃、すごいおしゃれした家族4人いたんですよ。こうドレス着させてね、うん、それを遠くから見てもうすぐ分かったんだけど、鮎川さんってあのイメージがすごい焼き付いてかっこいいよ ね、 ね、素敵な、椎名さんもねかっこよかったしね、椎名さんもかっこよかったしね、うんうんうん、そうなんですよね。でね、ちょっとねリクエストが来てましたよ、はい、俊さん、勉高橋さんから来ました、はい、ゲストの菊田俊介さん、本日は B.B. キングのスリルイズゴーンをリクエストさせてくださいって来てます。あ、そうなんですか。ね、どうしましょうかね。まだ時間大丈夫なの？大丈夫ですよ。本当？うん。そうですか。じゃあリクエスト聞くね、じゃあスリルイズゴーン。やった。私も好き。Thank you.
The fear has gone away. The fear is gone, baby. It's gone away from me. You know you tell me wrong. You will be sorry someday. The fear is gone. It's gone away from me. The fear is gone, baby. It's gone away from me. All I still live on. So long will you be. ありがとうございます。ではまた来週お願いします。はい、え、なんだまだあるんじゃないのね、まだあるんですか時間。もういいんだけどね。今日は、これからブライトブラウンでね、ライブがありますので、ぜひ皆さん来てください。はい、あのよろしくお願いします。ね、あのギタリストとやります、ね、では今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。皆さんさよなら、ありがとうございます。思い出が流れる。春に罠の花が辺りを埋め尽くす。雪かう人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は